全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。雲が星空を覆い尽くしています。ついに決勝を迎えました。ヨーロピアンリーグ決勝トーナメント、ペルージャ対バイエルン。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は木村和司さんでお送りします。木村さん、今日はよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。ペルージャ、本日の対戦、戦力的には五分と言えます。熱い試合になるでしょうね。どんな戦い方をしてくるのか楽しみですね。このような戦績です。ペルージャ、高い守備力を武器に決勝まで勝ち上がってきました。今日も安定した守備をベースに戦います。それでは両チームのスターティングメンバーです。ペルージャ、これがスターティングメンバーです。ペルージャ、予想フォーメーションは 3-4-3 となっています。前線を厚くしてとにかく攻め勝とうという意思が見られますね。続いてバイエルン、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。さあ、今日の注目選手はファンデルサール。体も切れているようですし、調子が良さそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。まもなく前半45分が始まります。前半45分のスタートです。左にペルージャ、そして右にバイエルン。パスを出します。ここはキーパーファンデルサール。パスを出します。ここは寄せてきた。パスを送ります。パスを出します。どうでしょう、これ奪った。このボールを前へ、攻守が入れ替わります。前へ出す。遠目からシュート。さあ来た、シュート。キーパー飛びついた。攻守が切り替わります。どうするか。外れてしまいました。カレーラ、左に持っていきました。縦へ出します。タッチ終わります。リスタート。攻守が切り替わります。どうするか。ファウルです。これは危険なタックルですね。これは出ますね。警告です。もっと丁寧なプレーをしてほしいね。さあ、フリーキックです。一旦後ろへ。ここはパスを出す。どうでしょう、これキーパーです。ここはパスを出す。スルーパス。ヘムロン。さあ、チャンスだ。センタリング気味に打った。いやー、ゴール入った。ヘムロン待望の先制点が入りました。1対0。ヘムロン、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。リプレイです。ご覧のようにペルージャ、素晴らしい動きを見せましたね。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。今キックオフしました。さあ前へ出した。ここで前半戦が終了。ペルージャ、最小得点差ながらリードしています。そうですね、しかしまだどう転ぶかは分かりませんよ。さて、ここまでの展開ですが、
ペルージャ。しっかりとチャンスを作り、確実にものにしています。非常に引き締まったいい試合だと思いますよ。後半開始のキックオフ、両チームともどうやら選手交代はないようですね。前へ出します。チャンス、シュートだ。最後はキーパー。これはジェラー。このプレーはファールになります。フリーキックで再開します。いやー、ちょっと中途半端なパスでした。うん、これはいい形だ。うまく弾き出しました。今のプレーです。木村さん、素晴らしいドリブルを見せましたね。これは相手にとっては嫌な突破ですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。ペルージャ、追加点のチャンスです。大事にしたいですね。さあどうだ。パスを出します。縦へ出します。チャンスですね。キーパー弾いた。これはキーパーです。パスを出します。一気に前へ。ズーラー、どうでしょう。これコバチェビッチ、ボールを回していきます。中に入れた。シュートは右へ切れました。リプレイが出ます。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。あとはシュートの精度を上げるだけですね。これはズーラー、どうでしょう。これクロスボールが入る。カット、ナイスカバーです。ヘルツシュ、ボールを回していきます。ファールです。あー、これどうでしょうか。これは大事に至らなければいいですね。フリーキックで試合再開です。ルボン、最後はキーパーヘムロン。このボールを前へ。攻守が切り替わります。どうするか。一旦後ろへ。ボールこぼれた。クリア。前へです。うまく体を入れました。ナイスカバーです。ここでホイッスル。試合終了。この瞬間スタジアムは総立ちです。今優勝が決定しました。選手たちが思い思いに喜びを表現しています。今までの苦労が報われたわけですから、嬉しいでしょうね。ついに栄光の優勝カップを手に入れました。選手もスタッフもよく頑張りましたね。ペルージャ、この日その名前が歴史に刻まれます。みんなの表情がここまでの道のりを映してますね。おめでとう。ウイニングランが始まりました。